これどういうのかというと、ロッカシムララプソディもう始まって2年以上経つんだけど、全国でさ500カ所ぐらいもう上映してるのね。でその人たちがその地域地域でさいろいろこう活動はしてんだけど、それがまだこう一つにまとまれてないじゃない。それをなんかとりあえず東日本だけでも一つにまとまって、なんかどうやって採取量を止めていこうかとか、みんなで相談できたらいいなっていうのを、この副題ね、目的が一つ、道を作ろう。いいねこれはね、余計な高速道路を作ろうとかね、そういう話じゃないんですよ。もっともだね。もっともなので、みんなでこういう、アイディア、あ、で、アクションプランっていうのをね、募集してるの。アクションプランっていうのは、どうやったら自分が最初に止めれるかっていうのを、自分のアイディアを応募するの。で、その中から、この六ヶ島ラプソディ東日本三陸の実行委員会が選んだやつを、その日に 7日の日に、プレゼンして、でみんなでそれをまたこう練っていって、いい案にしてこうそれを実行していこうっていうのがあるんだけど、そういうアクションプランっていうのも、募集してるので、ぜひやっぱり脳みそがねいっぱい集まるといい案になりますから。そうそうそう、本当にうん、なのでどんなふざけたアイディアでもいいの、いいと思うんだ。できるだけさ、今までこうちょっと半角の運動ってさ、かさすぎるとこあったじゃない。なんかね、放射能のなんとか数値を分からなきゃいけないとかさ、そうじゃなくてやばいものはやばいっていうのをもっとこう、簡単に単純になところまでこうもう一回引き戻そうっていうので、なんかどんな馬鹿げたアイデアでもいいので、ぜひ応募してください。知らなくてもいいですよね。そうだよ、知らなくてもいい。ただやばいと、嫌だと、俺は嫌だと、嫌かいいかしかないんだよね。なんかさ、もうちょっとキャンデルもそうだけどさ、電気の作り方をさ、もうちょっと考えた方がいいよね。ね、最近さ、そうそう、話長くなるけどさ、いいよ、あの
浜岡原発っていうのがさ、2基、はい、取り壊しになるのね、廃炉になるんだけど、それでさ、もう廃炉になるの決まったんだよね。で、廃炉になるんだけど、ものすごいさ、原発を壊すからさ、ゴミがすごく出てくるじゃない。で、日本には55基もあって、それ全部壊したらものすごいゴミが出てきちゃうじゃない。建物から原子炉のこう内部の制御棒とか、そういうとこも全部含めてね。それってさ、でも低レベル放射性廃棄物なんだ。低レベルなんだって、この原子炉の中も。なんでなんだろうね。不思議でしょうがないな、うん。で、そうやってどんどん増えてきちゃうから、ある一定のラインを設けて、それより下のやつは、普通の産廃とか、家庭用のゴミと一緒に同じような取り扱いで、処分しても OK っていうのを国が決めたのね。クリアランス制度って言うんだけど、あ、クリアランス制度じゃないクリアランス制度って言うんだけど人もしかないクリアランス、でも同じようなことだよね。原発クリアランス制度しちゃうんだよ、やばいよね。それがだからさ、結局そういう家庭ゴミと一緒になっちゃったらさ、もしかしたらリサイクルされて一般の生活にどん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 さ、例えば鉄だ、フライパンだとかさ、なんかそういうものとしてさ、コンクリートなんか埋め立て用だよね、うん、どん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 こう、まあ、なくならないんだもんね。だってそれはね、なくなる、低いかもしれないけどさ、余計な放射能を増やすことないじゃない。それでもさ、そういうのがこう、もう知らないうちにどん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 決まっていっちゃうのね。だからやっぱりこの原子力政策ってのは僕はおかしいと思うのよ。なんかやっぱり国民の了解を得てってやってるって言いながら、国民誰も知らないんだよ。ほとんどの人が知らないんだよ。初めてでしたね。え、で、議員も知らないと思うんだ、このこと、うん、だよね。政治家だって知らないと思うよ、うん、でも、こういうことがどん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 さ、こう、みんな知らないうちに進められていっちゃってるのはやばいことだよね。で、これピースランドのホームページ皆さん見たことあります？ピースランドって入れると、要はインターネットでピースランドっていうやつ、まあヤムがやってるピースランドのサイトを見れるんですけど、そこですごく分かりやすくですね、そのヤムがこういろいろこうピックアップして、こうニュースだったりそういうのをピックアップして書いたり、すごく分かりやすくやってますんで、それも見てみてください。ここでもね、紹介してるので、ピースランド、このそこにありますけど、これフリーペーパーなんで知ってください。ということでね、みんなでなんか協力して、はい、なんか自分一人で逃げるんじゃなくて、みんなで逃げようよみたいなね。逃げようってか、みんな止めようよだよね。やっぱり核のない世界が安心でいいね。いいね。ピースランドです。ということで。どうしても大好き。ドラえき未来的猫型ロボット未来的猫型ロボット未来的猫型ロボット